おっぱいは世界を救う。はい、ペヤング大好き、リュウヘイ大佐です。ペヤングのことを語ると、もう、5年はかかると言われている、この私。本日は、レビューをしたいと思います。まあ、わかっちゃってるよね。まあ、本日も、まあ、ペヤングです。ペヤング。今回、もつ、九州もつ鍋風のペヤング。こちらの方、やってみたいと思います。まあ、ちょっと見かけて、ドンキホーテ寄って、まあ、見かけてしまったんですが、うん。見ちゃいました。ということで、こちらのもつ鍋風、九州のもつ鍋風、ちょっと開封してみたいと思います。いや、開封のビト、いたしたい、そう、意味わからん。では、開封したいと思います。はい、開けたところは、火薬、ニラか？まあ、ニラで抜く男いるけどね。ペヤング、ソース。なんかね、いつもと違うソースだね。そして、火薬、ふりかけはなしなんです。で今回は火薬と、まあ、ソースだけってことですね。で、お湯の待つ、お湯もう沸くな、これ。それでは、お湯が沸いたので、入れてみてください。それで、お湯は、ああ、火薬忘れてるよ。最近多いね。なんで火薬忘れちゃうんだろう、最近。はい、火薬投入。では、安定の3分待ちたいと思います。毎回の小話、いきたいと思います。小話。なんかネギ癖これです。ニラ癖。ニラで抜く男だよね、うん。さっき言ったか。安定の3分を言って、ニラを抜く男、ニラで塗る、ニラで抜く男を言ったんで、まあ、小話となります。最近見てる動画がね、YouTube でさ、リンの一人暮らしでしたっけ？リンの田舎暮らしだっけ？まあ、その辺のちょっと概要欄、今間違ってるかもしれない。ここちょっと載せる、ここね、ここにちょっと載せるけど、まあ、よく見てるんですけど、あの動画だとね、北海道に確か暮らしてるんだよね。安い家賃のところに。そこで暮らしていて、薪で料理するんだよね。で、毎回毎回薪を切るところを TikTok かなんかか、ショットかで上がってるんだけど、薪を切るときチェーソーをこう、キャーとかやるんだけど、俺もあれやってみたい。例えばだよ、薪でお湯を沸かして、今日のペヤングで。もう、マルカ食品さん、大喜びだよね。あ、喜ばないか。まあ、でも動画みたいに暮らしてみたいと思うよね。なんか温泉入ったりするんだけど、まあ、よく最近見てるけど。うん。動画みたいに田舎に暮らして極貧生活って書いてある。極貧ではないんだろうけどね。まあ、ああいう自然との生活っていうのもしてみたいなぁと、最近思っているんですが。まあ、薪でお湯を沸かして、ペヤングを食う。まあ、キャンプでもできますけど、毎回、それはきつい、俺も。まあ、ティファールに頼ってしょ。この、まあ、要は、セレブなティファール。今回買っちゃったから言うけどね。まあ、前回も言ったけど。ティファール買ったらね、もう、お湯はこれで沸かしちゃう。でも、あえてそこは、まあ、何？薪で沸かして入れたいよね。まあ、入れたとこで何だってことなんだけど、お湯捨てちゃうからお湯が美味しいだろうと、水が美味しいだろうとも言えないけど。まあ、そんな感じもやってみたいなと。あとね、最近ね、外で七輪でね、料理してね、食べたいなと。長火鉢とか欲しいんだけど、長火鉢で何、アジの干物とかさ、そういうの焼いたとこ取りたいんだけど、まあ、所詮取ってもさ、中年のおっさんがただ、火鉢で焼いて食ってるだけっていうのも、まあ、どうしようもないなと思ってやめたんだけど、まあ、この動画もペヤングを食べて、中年のおっさんがただペヤングを食べてる動画になってしまうから、まあいいんだけど、まあ、これは、まあ、どうせ俺の日記みたいなものの動画なんで、まあいいかなと思ってます。まあ、そんな感じですね。
じゃあ、3分経ったんで。結構喋れるんで、3分って。3分経ったんで、湯切りしていきます。はい、湯切り完了しました。では、まず作っていきたいと思います。湯。ニラと、ニラの香り。やっぱ、もつ鍋だからニラなのかな。ニラって言うと、うちの竜兵会のニラしか思い浮かばないんだけどさ。もう、あれの香しか浮かばないという、この、悲しいニラ騒ぎかな。で、まあ、できた感じが、まあ、もつ鍋の、何、唐辛子の輪切りとかさ、ね、ニラとかが入ってるんだけど、まあ、香り的にはニラしかしてない。で、このソース、入れてみたいと思います。どんなソースかなぁ。うん、いつもと明らかに違うソースですね。あ、でね、なんかね、背脂っぽいのが出てきたね。よいしょ。では、こちら、作っていきたいと思います。このね、混ぜ方にね、愛情を加えるとね、やっぱペヤングが美味しく、ああ、出ちゃった。と言われてる、うん。まあ、これ食べたから明日雨かなとかさ、明日雪かなとか言われるけどさ、実際こんなんでさ、天気が変えられたらさ、あれだよね、俺、本当に、そっちの仕事をした方がいいよ。天気で雨降りたい方、雨降らせたい国の方々、私をご連絡お待ちしております。来るわけねえだろ。でね、一人撮影、一人編集、一人食べなんて、ちょっと恥ずかしいんだけどね。はい、できた。できました。それでは、実食に移りたいと思います。実食もつ入ってる。うん。もつだ。あ、ほんとホルモン。ちょっと、率直に言います。魔族だね。でも俺好きじゃない。もつ鍋あるじゃないですか。の、もつ鍋、まあ、ローソンのこう、冷凍食品のもつ鍋、美味しいやつ。あれの味の薄い、ちょっと薄い感じで、ペヤングの麺が入ってる。で、もつが少ない。こんな感じかな。まあ、まずいってわけじゃない。ただ好きじゃないってわけ。うん。まあ、一度食べたらもういいかなって感じの、まあ、商品かな。うん。偉そうに言ってすいません、マルカ食品さん。で、まあ、変わり種ばっかり食べて、まあ、最終的には、やっぱ、王道のノマルが美味しいと。今日はその一言言ってきます。だけど、まずくないけど、まあ、まあ一回、うわ、これなんか言いにくい。油がね、ちょっと中年に言いにくいかもしれない。うん。まあ、そんな感じかな。うん。まあ、特にない今日は。うん。まずくない。眉は今日は言っとかね、言ってないもんね。でもね、一応言っとかなくちゃ。まゆー。まあ、まゆーはまゆーなんだけど、好きじゃないだっけ。で、まあ、要は、もつ鍋の、さっきも言ったけど、もつ鍋の薄いのにペヤングを入れた感じ。だから、まずいわけがない。ただ、もつ鍋はもつ鍋で食べたい。うん、まあ、こんな感じかな。まあ、こんな感じで今日は終了したいと思います。すいません、ちょっと、よくわからない、今回だけ。それではご視聴ありがとうございました。できればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回はヤングでお会いしましょう。